ど、ね、そうですね、本当に寂しいですね。本当にお優しかったんですね。で、まあ、私もあの人生の中で悲しい辛いことがあのやっぱりありましたので、そういう時にあの人のいないところを選んで、それで手を取って、でも歌があるでしょってあのおっしゃってくださいまして、で本当に島倉さんのご自身の歩いている姿が歌があるからってこう生きてらしたんだなっていうことを今最後にまたね新曲入れられたいう話聞いて、本当にもう、はい、さすが見習わなくてはならないと思いました。今日は、はい、亡くなる3日前に吹き込まれた歌、はい、どういう思いで八代さんは聞きになりましたか？すごく食いしぼってらっしゃるあの声聞いて、歌手魂っていうのをすごく感じましたね。私もし天に見せられる時がもし私も来たら、ああいうふうにギリギリ、歌の思いを貫きたいと、そう本当感じさせられましたね、はい。肝臓がんのことは隠されていました。随分あの食事をするとすごく少ししか食べてなかったんで、でもダイエットもすごくなさってて、よくウォーキングしてるんだ、散歩してるのなんてね、とかお洋服はこういうの着るようになったんだなんて、それもときめいて、だからあダイエット大成功なんだな、すごい綺麗になったなくらいに思っていました。情けないです。可愛い方だな。大先輩ですか、まあ、可愛いっていうのは失礼かと思いますけれども、本当に可愛らしい方でしたけれども、あのとても強く、まあ、皆さんもご存知のいろいろな大変なこともおありだったと思いますけれども、一度もそういうことであの悪口を言ったりとか弱音を吐いたりするようなことはありませんでした。ですから可愛いけれども芯は強い素晴らしい方だったなって思います。